はい、皆さんこんにちは、ラクトアップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでもお役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録、評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。それでは今日のステップいってみたいと思います。ファイト、シックス、せーの。それではステップの解説いきたいと思います。私、右足のバックブラッシュから始めさせていただきたいと思います。それではやることいきましょう。右足からタティタウタタタタタウタウとなります。せーの、タウタタタタタタタとなります。でリズムが最初だけちょっと休符入りますけど、あとはずっとイーブンです。タンタタティタツタティティタタタツタツとなります。はい、シックス、せーの、タンタタティタティティタツタタティタとなります。そしたら次行きたいと思います。今ね、ちょうど右足のタルラルで終わってますね。今度左足からです。左足から全く同じことをするだけです。行きましょうね。もうリズム込みで行きましょう。同じことなので、ファイブ、シックス、セーの、タンタタティティタツタツティティタツタツ。来ました。はい、シックス、セーの、タンタタティ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 となります。左右対称のステップですね。リズムがタンタタ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 。で今日のテーマですね、軸足のヒールの使い方、ほぼほぼ軸足のヒール何かやることに入ってるんですけども、最後のタラ、最後だけシャッフル、ヒールステップヒールになってますので、それまでは全部何かやって、何か一個ずつ音出して、一個ずつ音出して、一個ずつ音出して、最後だけシャッフル入れてステップヒールというふうに、ヒールのね、入れるところを注意していけばおそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。一回ここまでリズム込みでつなげてみましょう。ゆっくりいきます。5、6、せーの、タンタタティ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 、タンタタティティティトタタ。はい、6、せーの、タンタタ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 ンタタ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 となります。そしたら後半いきましょう。そしたら後半、今左足乗ってますので、リズムボールタップで取るだけですね。チャアアアタタタタタ、最後ステップに乗りますですね。はい、シックス、せーの、タタ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 タとなります。リズムは今やった通り、チャン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 となります。はい、そしたらラストいきましょう。下、今最後ね、ずっとずっとタッチでリズム取ってますから、でこうしがちですけど、最後はタタウタタウ
ウッと右足ステップで乗ってください。そしたら次ボールチェンジのターンステップ、タタティティタタタタドンタとなります。もうちょっとリズム込みでいってますね。タって右足にのステップで乗ってますので、ボールチェンジ、ヒールヒール、ボールボール、ボールチェンジ、スタンプスタンプとなります。リズムはタタタタタタティティドンという風になります。これも全部イーブンですね。いきます。こう乗ってますので、ね、せーの、タララララララリダタとなります。ちょっと後半部分つなげてリズム込みでいきましょう。はい、ここからですね。5、6、せーの、タララ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 ティ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 ドンとなります。これで今回のコンビネーションは以上になります。でね、ちょっと前半と後半分けちゃいましたので、前半から後半まで最後つなげるとどうなるか一回やってみたいと思います。はい、6、せーの、タンタタティ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 タンタタ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 となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。ここでタダルタダルダというところをしっかりね、体重乗せるステップにするところを注意してもらえれば大丈夫かなと思います。それでは早く練習いってみたいと思います。5、6、せーの、6、せーの、いきます。はい、6、せーの、はい、6、せーの、どうなります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、じゃあ曲でいってみたいと思います。はい、6、せーの、はい、6、せーの、はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、コンビネーション何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。はい、それでは本日もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今回のコンビネーションのワンポイントコツいきたいと思います。今日ね、ワンポイントコツ本編でも説明しましたけども、ヒール、結構この軸足のヒールを入れるタイミングですね。最初全部何かやるごとにヒール全部入ってますけど、こっからシャッフルやって
ステップ比。ワンアクションごとに軸足のヒールが入ったり、シャッフル、ステップ比。というふうに、まあ、ワンアクションというか、まあ、ブラッシュ爆破して分ければ、シャッフルも、これでワンアクションなんですけども、シャッフルも組み立ててしまえば、ブラッシュとバックブラッシュのつながったステップなんで、最初はバラします。次は、シャッフル一括りにして、というふうに、最初はね、ブラッシュヒール、バックブラッシュヒールなんですよ。次は、ブラッシュ、バックブラッシュ入れてヒール、ステップヒール。というふうに、ブラッシュとバックブラッシュ、つながってきてのヒールになりますので、そこのね、入れるタイミング、足は同じことやってます。まあ、これ最初はバックブラッシュから言いますけども、トー、ヒール、ブラッシュ、ヒール、バックブラッシュ、ヒール、トー、ヒール、ブラッシュ、バックブラッシュ、ヒール、ステップヒール。というふうに、ブラッシュとバックブラッシュの間にヒールが入るか入らないか、ここもね、結構落とし穴になってきますので、ここを注意してもらえればと思います。それと、このバックブラッシュから入るステップは、もう、課題、いつも言ってることなんですけども、シャーフール、ヒール、ステップ、ヒールでちゃんとバックブラッシュと準備、反対足を前に出すってことですね。これを、シャーフール、ヒール、ステップ、ヒール。ああ、で、こうすると確実に遅れますので、シャーフール、ヒール、ステップ、ヒール。で、ヒールを置く瞬間にはもうすでにこのバックブラッシュの準備をしとくっていうところが、一つ重要なところになってきます。それと、あともう一つね、ここもちょっと説明しましたけども、最後のタッ、タタ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 、タタティタタツ、タというふうにステップに乗るってことですね。これをどうしてもずっと右足のボールタップしてますので、タラ、タラララララララ、タタルタラルラってこうしがちなんですよね。そしたら、まあ、右左と入れば一緒のことが起こるんですけども、そこはね、ちょっと今回、シビアに一回右足にステップ乗って、左右でボールチェンジで回りたいと思いますので、最後ね、タラルララル、ステップに乗る。ボールタップしっかり、最後はステップに乗って、あとはターンステップ。ここは大丈夫かなと思います。そこの、ボールタップ、最後、ステップ、乗るっていうところを、意識してもらえれば大丈夫かなと思います。ぜひね、何度もチャレンジして楽しんでいただければと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。